オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は1月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は、第1部で取り上げたニュースの中から、アンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365、フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは1月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。コロナウイルス、フランス政府、武漢滞在中のフランス人に帰国便を用意。1月25日日曜日、中国武漢で新型コロナウイルスの感染者が増加していることを受け、現在厳戒態勢が敷かれていますが、フランス政府はまだこの地域に残っているフランス人に対し帰国便を用意することを発表しました。2019年のフランスでの失業者大幅に減少。1月27日月曜日、2019年の第4四半期に職業安定所でカテゴリー A と分類される職がない人々に登録した失業者の数がフランス全土で昨年の同時期よりも12万700人減少し、350万人になったことが明らかになりました。海外圏などを除くフランス本土での失業者の数は10万7300人減少し、約330万人でした。2月1日からブレグジット、どうなる英仏国境、1月30日木曜日、2月1日土曜日にイギリスが EU 欧州連合を離脱します。あさってから何が変わるのか、情報誌バンミニュットが税関及び出入国管理局次長のジャン・ミッシェル・ティリエ氏に質問しました。パリ地下鉄長期スト期間の定期代31日より返金開始。年金改革に反対して12月5日から1ヶ月半以上続いたパリ地下鉄のストライキですが、損害賠償として12月の定期ナビゴ代の返金が行われることが決まり、1月31日より受付が開始されました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はパリ地下鉄長期スト期間の定期代31日より返金開始です。年金改革に反対して12月5日から1ヶ月半以上続いたパリ地下鉄のストライキですが、損害賠償として12月の定期ナビゴ代の返金が行われることが決まり、1月31日より受付が開始されました。返金されるのは、昨年12月の1ヶ月分の定期代で、申請は専用サイトより3月11日まですることができます。対象となるのは、年間契約の定期、ナビゴアニュエル、イマジネールのほか、月々チャージする定期、ナビゴモア、1週間定期、ナビゴスメンヌ、さらにシニア割引などの定期券です。
1日券や行き先指定のチケットは除外されます。詳しくは専用サイトでご確認ください。返金額は1ヶ月分の定期代相当で、例えば通常の大人料金の場合 75.2 ユーロ、約9000円です。年間契約の定期利用者は2月15日までに返金申請を行うと、翌月の定期代が引き落とされません。それ以降に申請されたものや他の定期に関しては振込か小切手で返金されます。この返金申請サイトですが、31日9時の開始直後からすでにアクセスが集中しているため、つながりにくい状況です。パリ地下鉄の定期利用者は約300万人いるため、初日から申請が殺到しているようです。利用者の一人が、ストの損害賠償請求サイトへアクセスできないことに対する損害賠償サイトはいつできるの？と皮肉たっぷりのツイートをしているように、ストのお詫び返金の不手際への苦情も増えています。今回の長期ストは一旦収束し、パリ市内の交通は平常運行に戻っていますが、組合側にとって年金改革反対運動は終わったわけではなく、1月29日水曜日に第7回目のデモが行われました。しかしながら、内務省の発表によると、動員数はフランス全国で10万人程度と、前回の動員数、全国で約25万人をはるかに下回っています。そのため、2月6日木曜日に行われる8回目のデモでは、組合側が動員数を増やすことができるのか、が注目されます。デモ当日は治安維持のため、デモ隊の行進ルート上にある地下鉄の駅の一部が閉鎖されるなど、ダイヤに乱れが生じることが予想されます。現地にいらっしゃる方は事前に運行状況をご確認の上お出かけください。今回はフランス在住のライター、マダム加藤さんにご執筆いただきました。マダム加藤さん、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Longue grève du métro de Paris, les passes Navigo sont remboursées depuis le 31 janvier. La grève du métro parisien a duré plus d'un mois et demi, depuis le 5 décembre, en opposition à la réforme des retraites, mais il a été décidé que les passes Navigo serait remboursé pour le mois de décembre à titre de dommages et intérêts, et ce, à partir du 31 janvier. Le remboursement se fera pour le mois de décembre de l'année dernière, et la demande peut être faite avant le 11 mars à partir du site dédié. Cela s'applique aux abonnements annuels, Navigo annuel,Imagine Air, mensuel, Navigo mois, hebdomadaire, Navigo semaine, et au tarif senior. Les billets d'une journée et les billets origine-destination sont exclus. Vous pouvez consulter le site pour plus de détails. Le montant remboursé équivaut à environ un mois d'abonnement.Par exemple, 75,2 euros, soit 9 000 yens, pour un tarif adulte normal. De plus, les abonnés Navigo annuels ne seront pas facturés pour le mois suivant s'ils font la demande avant la mi-février. Les demandes ultérieures et autres remboursements
seront remboursés par virement bancaire ou par lettre chèque. Quant à ce site de demande de remboursement, il était déjà inondé d'accès immédiatement après le lancement à 9h le 31 mars. Il est donc difficile de s'y connecter. Il y a environ 3 millions d'utilisateurs réguliers du métro de Paris. Les demandes semblent donc affluer dès le premier jour. Il y a aussi de nombreuses plaintes pour mauvaise gestion du remboursement pour s'excuser de la grève, comme en témoigne le sarcasme sur Twitter du message suivant. À quand un site de dédommagement pour les problèmes d'accès au site de dédommagement? La grève de longue durée s'est calmée et le trafic à Paris est redevenu normal, mais l'opposition du syndicat à la réforme des retraites n'a pas pris fin et la 7e manifestation a eu lieu mercredi 29 janvier. Cependant, selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de grévistes était d'environ 100 000 en France, bien en dessous de la précédente mobilisation, environ 250 000 à l'échelle nationale. Pour cette raison, la 8e manifestation du jeudi 6 février attire l'attention sur la question de savoir si le syndicat pourra rassembler davantage de monde. La manifestation devrait être perturbée car certaines stations de métro sur les itinéraires des manifestants seront fermées pour maintenir la sécurité. Ainsi, pour les personnes qui sont dans la région, il vaut mieux vérifier l'état du trafic avant de sortir. セバスチャン先生、ありがとうございました。定期券の利用者が300万人もいることは、事前に把握できていたはずなので、サイトにアクセスが集中してもつながるように、しっかり準備をしてもらいたかったですね。返金対象者の方が、皆さん無事に申請できるよう願っております。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ
購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。